どうも皆さん、はじめまして、しゅんちゃんと申します。この度リミックスを投稿させていただきました。ご覧いただいたたくさんの方々、そして、各方面の方々、どうもありがとうございました。今回はですね、私の制作環境とこのリミックスができるまでの流れを追っていきたいと思います。まずですね、このようなラフ画をいつも描いてます。BPM とか曲のイメージとか、あと、まあ、ブレイクはこれを使う、あれを使うだとか、まあ、ストリングスがどうたらとか、曲の構成こういう風に描いています。まあ、これを作ると、実際途中でこう考えが変わったりすると書き込んだりとかしていくんですが、まあ、ベースがブレないと。途中でなんか、やっぱりこういう風にしたくなっちゃったなとかっていう風になっていくと、いつまでたっても終わらないので、こういう紙を書きます。次にですね、実際に曲を作っていく流れです。使っている機材はですね、このモチーフ ES6 とこのローランドの XP60 というのを使っているんですが、ちょっと埃がかかって汚いんですが、こちらは今回使っていません。で、音色の説明に入ってきます。まあ、こんな感じでクラビだったりギターベースだったりギターだったり、あとはそうですね、ベル系の音だったりオーケストラヒットだったりストリングスだったりアタック音だったりして、こちらのトラック今こう14番押したんですけど、この中にあちゃったってことだ。フリーダイなんかっていうような具合にサンプリングの音が入っています。あとはドラムです。まあ、こんな感じでドラムの音が入っています。それでは早速打ち込んでいきましょう。ちょっと見てもよくわかんないかもしれませんが、まずバスドラを入れていきます。あ、タイミング逃した。そして、そういう地味な作業をたくさん、重ねた後、こんな風になります。これにサンプリングのトラックを追加するとこんな感じです。
いろんな音が実は鳴っています。ですね、私は基本的にこのパソコンで打ち込みということをしていません。まあ、なんでかっていうと、このモチーフとですね、このパソコンがうまく同期してくれないんですよね。 USB ケーブルでつないで一応やってはみたんですが、全然やり方が分かんないというか、うまくできなかったので、結局いつも通りのやり方っていうことになりました。でここではですね、録音した音をですね、統合したりエフェクトかけたり、そういうことをします。一応15トラックありますが、まあ、今回ちょっとあくまでもうネタっていうぐらいなんで、ちょっと手抜きではないですが、時間短縮を図るため、この全部で16トラックあったシンセの音は、まあ 1,2,3,4,5 分割ぐらいで、録音しています。ドラムの音とか、あと、そうですね、音なんてないかな、まあ、こんな具合になっています。で、あと私が歌ったパートとかも追加して入れたりしています。まあ、ここですね、ここですね。で、拡大してみると分かるんですが、ここに、ここの部分ですね、メインの歌声が入っています。といった、作業をですね、繰り返した後、最後ミックスダウンということで、このミックスダウンをポチッと押して、統合して完成。まあ、あと若干ですね、音質の調整を、まあ、サウンドエンジンを使ったりして、やります。そんなわけでですね、こんな感じでこのパソコンで統合して、最後ミックスダウンをして、吐き出したウェブが完成品ということになります。はい、こんな風にですね、リミックスを制作しています。すごく地味な作業のオンパレードなんですけども、これからもぼちぼち作っていきたいと思うので、お付き合いください。よろしくお願いします。最後にですね、 PDS のダンテさん、声をこねくり回してどうもすいませんでした。Yeah.